まあ、そのにしてもねあの、僕は気になってたのは、やっぱその,あのタレントでね、まあ、俳優の大泉洋さんの、まあ、お兄さんであるですね大泉純さんが、まあ、函館市長選に出るとまあいうことでね、まあ、これ、も現職の、えー、工藤俊樹さんっていうかね、えー、方の、まあ、元、まあ、部下にも当たると。元 え函館市の保健福祉部長でも大泉純さんはあったということで、まあ、これがどうなるのかなと、まあ、もう始まる前からもマスコミも、ですねやっぱ大泉洋さんのお兄さんが出るっていうだけでね、やっぱばーっと注目されてたっていうのもあって、まあ、そこにね、まあ、工藤、現職の工藤さんも、もう、 そういうなんかマスコミに騒がんといてくれみたいなね、あの、そ,、まあ、それはもうそういう気持ちってもすごくわかるなっていうふうに、あの、思ったんですけども、まあ、これがどういうふうになるのかなと、で、また大泉純さんにはですね、えー、立憲民主党も支持していると、で、まあ、共産党は自主投票という、え、ことみたいですけども、で、まあ、工藤さんには、えー、自民党が推薦なんですかね、ね、公明党も、まあ、えー、支援、 でなんですかね、公明党、函館、総支部、推薦と。 いうことみたいな。まあ、これがどうなってんのかなというふうに、まあ、思ってたんですけども、まあ、昨日、北海道新聞に、その、函館市長選の情勢っていうのが、まあ、出ててですね、まあ、これが、まあ、やっぱりというかね、やっぱりその、大泉淳さん、大泉洋さんのお兄さんである大泉淳さんがですね、先行してて、現職の、えー、工藤俊樹さんが、えー、追う展開になっていると、まあ、いうことで、まあ、えー、 の無料で読める部分に関しては、ですね回答者の4分の1近くは投票先を決めてないので、情勢は変わる、えー、可能性があるということなんですけれども、まあ、逆に言えば4分の3は投票先を決めてるのかなっていうのを見るとですね、まあ、あのー、なんていうんですかね、 この大泉陣営にとってはいいことなんちゃうのかなというふうには思ったりしましたけども、まあ、あと興味深いのが北海道新聞がネット調査というのを同じく、まあ、してて、やっぱ函館市長選の争点というのは、えー、どういうふうに、えー、なっているのかって、やっぱ人口減少問題への対応と、えー、いうことですね、やっぱその、まあ、函館市のやっぱ将来に関してですね、やっぱ、まああの なんですかね、まあ、不安というか、えー、なんとかしてほしいというのを、えー、もあの持っているのかなと、で大泉純さんなんかは、ですね、この夜景のブランドの復活をという、えー、ことを言ってたり、あと工藤さんはで地域産業の支援を支援して底上げするということを、えー、先日の函館市長選の政策の討論会でなんか言ってたみたいですね。うーん まあ、工藤さんと大泉さんというのは、まあ、あの、上司と部下という関係でもありますから、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、大泉さんも言うたら、逆に言うたら、全然、その、行政の素人ではないというか、まあ、プロですよね、言うたらね、保健福祉部長もやってたということで、まあ、行政のプロでもあるということで、まあ、言うたら、まあ、市長になってもですね、まあ、函館、 市役所っていうかね、その中身っていうのはよく分かってらっしゃると思うんで、まあ、すぐにでもね、まあ、代わりとしてもやっていける実力っていうのは十分あるのかなっていうのは思いますね。う まあここにねやっぱその立憲民主党も支持しているということでま、あまあ支持ですからまあ推薦ではないんで、あれなんですけども、ただ、立憲民主党にとってもね、この大泉さんが今、先行しているこの情勢っていうのは、ですね立憲民主党にとってもいいことなんちゃうのかなと、あの,まあ昨日のね昨日おとついのね日経新聞の世論調査も、立憲民主党の支持率がまあ1ポイント下がっているというのがあったりとかして、ですねやっぱり地味っていうかね、 まあ小西さんの高市早苗大臣のねこう放送文書の追及というのもあったんですけど、それがこう引き上げる要素にはなってないと、支持をね、ただでも僕、小西さんの活躍というのがなかったら、ですねいや、もっと悪くなってた可能性もあるのちゃうのかなと、維新に抜かれてもおかしくないぐらいのね、そのううことを考えると、やっぱり勝てるとこをね、やっぱり一つずつ抑えて 行くという立憲民主党のね、まあそういうなんか戦略っていうのはいるんちゃうのかなと思いながらね、例えば明石市のね、えー、今度ね、明石市長選もありますけども、泉房穂市長はですね、後継候補の丸谷さと子さんっていう方を立ててですね、えー、頑張ろうとしてると。まあここだってね、もう明石市っていうのは泉さん、今の泉市長っていうのがすごくもう注目されてるっていうのもあってですね、やっぱこう、 勝てそうなところっていうかね、いけそうなところをですね、もっとクローズアップさせてね、あの地方行政、えー、からですね、やっぱ国を変えていこうみたいなね、まあ、そんなスローガンでも言いいんちゃうのかなと思うんですけども、まあ、ところにやっぱり大泉洋さんのお兄さんっていうことでですね、まあ、これも、まあ、言うたら、あの、 無名じゃないというか、無名どころか知名度としてはもう抜群というのは言えると思うんですよね。まあ、だから、まあ、ああの,の工藤さんがですね、あんまりマスコミにね、そういうことで騒がないでほしいという気持ちもですね、すごくわかるなと思うんですけども、ただ、やっぱり、 そのポスターとかね、まあどういう感じか知りませんけども、まあポスター見たらやっぱり大泉洋さんにまそっくりだっていうのは誰が見てもわかると思うんでね、まあそういう意味でも、まあわかりやすいっていうのはあると思うんですよね。まああと僕はやっぱ大間原発に関してね、まあ工藤さんが、あの、えー、差し止め訴訟だって、ね、なんか訴訟かなんか起こしたっていうのも、いや、それはすごく評価してるんでね、まあそういう意味でも工藤さん頑張ってほしいなと思うんですけども、ただやっぱりその原発再稼働推進、 お勧めてる自民党にねまあ推薦をもらってるっていうのは、やっぱりどうなんかなっていうふうにはねまあ、思う方もいても、まあ、当然なんちゃうのかなと、まあ、大泉淳さんに関してもこの、えー、原発問題に関しては、えー、関心があるということで、ですねまあ、そこはね、あのやっぱりともに原発問題に関しては僕はあのしっかりとねまあ、主張してほしいなっていうのは個人的には思いましたけどもね。 まあ、いろいろ、ねまあ、あると思うんですけども、この函館市長選も僕はすごくあの注目しているということで、今のところ、大泉純さんがまあ先行して、工藤さんが追うという展開でね、まあ、このあとどうなるかなと、えー、4分の1がまだ投票先を決めてないということですから、えー、残り4分の1の方がね、あのよく考えて、投票行きはったらいいんちゃうのかなというふうに思いましたけどもね。うん まああとね、やっぱり地方選で言えばですね、やっぱりその、えー、僕なんか最近ちょっと気になってたのが、やっぱ世田谷区長選、これ、保坂信人さんがね、あのー、なんていうんですかね、こう、今区長であってですね、ほんでまあ、 小中学校の給食無償化とかですね、まあ、LGBT の政策とか、まあ、すごい、もう僕は頑張ってはるというふうに評価してるんですけども、ただ、世田谷区長選というのもね、まあ、近づいてきて、あれ4月後半になるんでしょうかね、えー、世田谷区長選というのも近づいてきてですね、まあ、あの今回自民党、 随心がですね、あの、ほささんに対抗場としてですね、えー、元官僚の方ですかね、財務官僚だとかちょっと忘れましたよ、ね、まあ、官僚の方を立ててきたと。 でそこに公明党もなんか支援する動きがあるとかっていうね、なんかそういうのもなんかネットで見たんですけども、まあそういう中でね、まあ、世田谷区長選もまあ激しく、まあ、前哨戦というか、ですねまあ、いろんな問題が起きているというのがですね僕はすごく気になって、まあ、特にやっぱり、そのこの保坂信人区長がね、まあ言っ ててるるっていうのももあるんですけどもまあ、最近ですね、世田谷区内に無差別で、えー、世論調査と称する電話がかかってきていると。まあ、これなんか、世論調査 .com と名乗ってね、まあ、あるいは世論調査センターと名乗って、えー、なんかそういう電話がですね、世田谷区内にいっぱいかかってきていると。まあそういう情報をネットで見たんですけども、ただその内容っていうのがですね、まあ あのきちんとした、えー、質問じゃなくて、やっぱその今のそ保坂信人さんをね、穂坂区長を、ですね、まあ、あの事実を歪曲して貶としめるような、まあ、そういう電話かかってきていると、まあ、いうことで、まあ、これ、穂坂区長だけじゃなくて、実際に電話かかってきた方も、これは怪しいなと、あのすごい内容がおかしいと、えー、保坂さんをとしめるようなね、まあ、中傷するような。あの 明らかにそういう電話であるっていうふうに、まあ、指摘してる方がね、ツイッターとか見ても、まあ、多いんですよね。まあ、それに対して、まあ、保坂さんはですね、えー、まあ警察にも相談して、えー、まあ弁護士も相談してですね、警察、えー、警視庁及び世田谷署にも被害を伝えて告訴の協議を始めましたというふうに、えー、言っておられるということでですね。まあ これもどこがね誰がや、誰が犯人なのかっていうのは全く分かんないですけども、ただこれをですね、な,んかなぜか、あのー、某予定候補の方がね、あのなんか、 認知度等調査みたいですよみたいなことを言ってたりとか、え、なんでそんな知ってんのかなと、まあ聞くところによるとみたいなんで、まあ誰かから聞いたかもしれませんけども、いや、そこは僕はすごく引っかかってるんですけどね、まあもし知ってることがあればですね、まあ保坂区長にね、まあ情報提供してあげたらね、いいんじゃないのかなと思うんですけども、まあそれぐらいもう世田谷区長選っていうのがですね、まあ激しい、 今までよりも、まあ、より激しい、まあ、選挙戦になるんじゃないのかなっていうには思うんですよね、まあこ,こ,はえー、ここは共産党が支援するとかって言ってたんですけど、ね、まあ、他の党の動きっていうのはまだ分かりませんけども、も、まあ、やっぱり保坂さんといえば社民党の、ねまあ、元、えー の方だったんで、まあ、その方がね、ままあ、3期ですかね、なんか勤めてるっていうのも、本当にすごいなと、ね、頑張ってはるなと思うんですけども、まあ、今回の選挙戦はですね、まあ、そういう変な電話がかかってきたりとかですね、まあ、あとえ、週刊新潮にね、これも保坂区長が書いてるんですけども、えー、2月ですかね、2月に、まあ、事実と違うことを、あの 週刊新潮並びにデイリー新潮に書かれたということで、まあ、ここもですね、えー、謝罪広告、記事削除、損害賠償を求める訴訟を、えー、提訴したと保坂さんが、ね、書いてはるんですよね、まあ、だからそういう本当ね、まあ、なんうか似たような、もうなんか去年、文春でもです、ね、なんか世田谷 保阪区長に関する記事とかというなんか見たような気するんですけども、まあなんかすごく激しいんだろうなと、えーまあ、こ,の電この電話世論調査でってですね、まあ、かなりお金かけてるのちゃうのかなっていうねもうもう、もう無差別にいっぱいかけてるとしたら、まあ、かなり電話かけてるんだろうなと推測ができるわけで、まあ、本当にそういうのにね、僕は、まあ、選,挙選挙戦としてもね、僕は公選法とか、 そういうのに問題あるんちゃうのかなと思うんですけども、まあそういうね、アンフェアなね、やり方って嘘を書いたりとかね、嘘を書かせたりみたいなね、そういうアンフェアなやり方はね、やっぱ僕は良くないと思いますし、やっぱ保坂区長っていうのは実績もね、すごいのにね、給食費無償化とかしたとか、LGBT の政策とかですね、まあ、他い他いろあるんですけども、やっぱそういう方をね、やっぱり、 やっぱりね、あの、頑張ってほしいなと思いますし、今のね、あの、えー、杉並区長の岸本区長とか、と、武蔵野市の市長のね、松下玲子さんともなんかお話ししたとかって載ってましたけども、いや、本当にね、あの、皆さんバックアップしてね、保坂さん、あの、応援しないと、今回は本当に厳しい選挙戦になるんじゃないのかなっていうのは、なんか思いましたね。まあ、そういう意味では頑張ってほしいなというふうに思いましたね。 チャンネル登録よろしくね。